カロリーの匂いがしますね。いや、それは恥をかくからやめな。悪い男だな。ちょっと興味はあるよ。でも、やめておきます。こんにちは、面倒と申します。はい、じゃあ続きやっていきましょう。はい、あ、とりあえず体重とダイエット情報をとにかく上げていきたい。あ、体重は下げるのか。あ、なんか今めっちゃ腹減り増えてなかった？うん、まあまだなんとかなるだろうが。最後のだるまスーツ。うん。おー、ありがとう、だるまスーツ。ああ。うわあ、そろそろ60キロ台に。あ、はあ、今日も手伝いでちょっと遅くなっちゃったな。あ、こんばんは。おう、トキタくん、どうも。あ、トキタくんと上白先輩。ほほ、こんばんは。こんな時間に帰り？あ、そうなんです。ちょっと家の手伝いしてたら遅くなっちゃいました。そうなんだ、ご苦労様。いえいえ、お二人はたまたま帰りが一緒になってね。お、そうなんですか。ずっと本の話をしていてとても楽しかったです。おお、そういえば二人とも本好きだもんね。お、話したことないのにそんなこと知ってるんか。楓くんの本の知識は大したものだね。僕の方が負けそうだよ。まあ、戦わなくていいとは思いますけど。そうなんですね。いえ、上白さんの専門的な見解は聞いていてとても参考になりました。ほう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 、それはよかった。今度何か興味のありそうな本でも貸そうか。ほう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 、なんなら一度部屋に来て直接見てみるといいよ。うん、彼ら気が合うんだな。ありがとうございます。では都合の合う時にでもぜひ。うん、きっと気に入るのあるんじゃないかな。おお、時田くん、ちょっとこのマンションに友達ができてよかったな。普通に衣替え教えてくれる友達ができてよかったね。それは楽しみですね。では私も何か持っていきますので。ははは、は、カエデ君のおすすめだったら期待できそうだね。うん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 、じゃあ僕も楽しみにしてるよ。ははは、
確かに二人とも似た感じするな。ああ。なんだか優雅な感じだわ。ほう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 。確かにこう文学に傾倒している人たちなんだな。60キロ台にならないな。あとちょっとか。うん、でも今日はさすがに先生のとこ行きたいんよな。うん、ちょっともう確実に行こう。しょうがねえから付き合ってやるよ。あは。先生って猫は好き？またこれか。ああ、結構好きだぜ。気まぐれだけど寂しがり屋なところとかな。うんうん、もうそれ聞いたよ。ペイ。あ、さあそろそろ。うわー、60キロ台。ぼちぼち。うん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 。うん、あ、うん、ネットに熱中しすぎたせいでなんだか目がシパシパしてるな。なんだぼやっとした顔して。お、先生。あー先生、実はネットのしすぎで頭と目が疲れてるって感じなんですよね。ネットのしすぎね。若いうちからそんなもんばっかしてると体がなまっちまうぞ。お、先生はネットとか見ないんですか？興味ねえな。お、先生汗かいてるけど大丈夫？とか言って、本当はパソコンの使い方がわからないんじゃないですか？なるほど、そっち系か。なんだ、あの基本的にこういう乙女ゲームの先生は電子機器に弱いのか、文明に弱いんかな。結構若い人じゃないと難しいかもしれませんしね。先生若いだろう、全然。おい、行くぞ。ほほ。は？は？じゃねえ。保健室で俺様が若いか若くないか、たっぷり教えてやるよ。いや、だから先生、あの思考が危険なんよ。すいませんでした。いや、もうそこは素直に謝った方がいい。いや、ちょっと危険なんよ、先生。ちょっと興味はあるよ。でも、やめておきます。そう。うん。明日は文化祭だ。マジか。そんなイベントあるんかい。何か素敵なことがあるといいな。あるといいな。急だったからな。うん、文化祭とか結構前もって準備しなきゃいけないイベントなのでは。なんだか気がつくともう文化祭、いよいよ我が演劇部の本番なんだ。ほほ。と言っても残念ながら私は裏方なんだけどね。とほほ。おお、これはなんかこう痩せたりとか、あと
特定の男子と仲良かったりとか、なんかそういうので変わるんかな。主役は先輩おすすめ、絶対にお客を呼べると好評のソータくん。なるほど、ソータくんと仲いいといけるのかもな。どんな舞台になるか楽しみだな。わあ、もう出番？僕まだ着替え終わってないんだけど。え、そうなん？あと何を着たらこれ完成なんかな。ちょっと小道具がないよ。あー、すいません。はいはい。あ、無事に終わった。あー、今の拍手だったのか。見たよ、今年の舞台。おう、みえちゃん久しぶり。そうたくん可愛かったよね。私結構感動しちゃった。ゆうちゃんも久しぶり。わー、ありがとう、見に来てくれたんだ。その言葉そうたくんたちに言ってあげたら喜ぶよ。私は裏方だったし。いやいやいや、裏方だっていう立派なポジションやから。ああ、舞台を作ってる一人やから。でも裏方があったからいいお芝居になったんだよ。そう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 、トールくん分かってるね。準備の時もすごく頑張ってたもんね。あ、そうなん？俺はちょっと全く記憶にないんやけど、昨日知らされたからね。そう言ってもらえると嬉しいな。でもなんかほっとしたら喉かいてきちゃった。ああ、じゃあ一緒に買いに行かない？模擬店も見てみたいし。ほうほう、模擬店やればすな。あ、賛成。あ、カロリーの匂いがしますね。あ、じゃあ僕は部活の方に顔出してくる。ああ、そっかそっか、いってらっしゃい。うん、トールくんは何部なんかな。文化祭のお楽しみはやっぱりこの模擬店巡りよね。いや、思いっきりたこ焼き、焼きそば書いてあるな。値段はそこそこなのに結構掘り出し物とかあるし、何より食べ物が安くて美味しいのよ。バカにできないわ。いや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 、いや確かにそのバカにできないだろうけど、ここでドカ食いしたら俺はお前をバカにするぞ。今までの努力を無にするなよ。せっかく60キロ台行ったんやから。いい匂いがするわね、このあたり。あ、ちょっとさっさと駆け抜けろ。確か香原くんたちが焼きそば作ってるのよね。買っていく？買うか。姉ちゃん、俺ダイエット中なの。そして何よりせっかく60キロ台に行った大事な時期やから。ちょっと別のとこ行こう。いやいや、それは多分無理よ。私の事前のリサーチによるとあそこは倍率15は硬いよ。どんな焼きそばだ。倍率って何のだろう。並んでるんかな、めちゃめちゃ。じゃあ着いた頃にまた来ようか。また行こうか。でもこうして見るといろんな部があるよね。ほうほう、そうだね。二人は部活の方に行かなくても大丈夫なの？うん、うちのテニス部は今年はパス。ほうほうほう、そっかそっか、体育会系の部活だしやってないんかな。模擬店とかやるよね、体育会系は。意外と私の手芸部はちょっと作品の販売とかしてるけど、私の店当番はもう終わったからいいんだ。ほほほほ、じゃあみんなでちょっと回れるね。できれば食べ物は避けていきたいんだ。ちょっと二人で行ってきて。そこはクラスの出し物ももう任しちゃっていいんだよね。クラスの出し物って言ってもうちは恐怖チャレンジャー求む闇鍋式ジュースショップだもんね。誰がそんなもの考えたやつ。そして誰がそんなもの通したやつ。誰だっけ、あのアイディア出したの。あ
チョキタくんかな。さりげなく、トキタくんだったような気が。だよね。あ、俺もちょっとそんな気がしたよ。やっぱりあいつそういう感じのタイプのキャラか。あら、どうかなさいましたの？ああ、長女。てうわ、ゆりか。怖いってあんた。また背後を取ったのかお前。気配なかったよ。いつからそこにいたの。こいつマジで忍びなんじゃないか。そんなに驚くことありませんでしょ。あなたったら本当に失礼な方ですのね。いや、失礼さで君に勝つことは無理ないよ。じゃあちょっと俺たち行くから。いや、だっていきなり出現するから神出鬼没だな。いきなりだなんて、私も普通に学園内を歩いていただけですわ。なるほど。じゃあもう通り抜けていただいて結構ですので。じゃあね。あなたの方こそ、その素敵なお体で私の行く手を遮らないでいただけます？バカ言え。俺も遮るほどの存在感はないんよ。亡くなってしまったんよ。耐えるって。でも反論できないかも。いや、もうそこまでの存在感俺にはないんよ。俺69キロだぞ。ちょっと前の半分くらいまでになってるんよ。あら、あなた、なんだか人相じゃなくて顔色が悪くなってまいりましたわよ。別に分かってて言ってるな。本当に性格が悪い。ご気分でも悪いのかしら。なあ、ちょっとお前が来てからちょっと体調が悪くなってます。さあ、もうどこかに行ってください。いや、別に。あら、そうですの。無理なダイエットが原因でなければいいんですけど。ダイエットは順調なんよ。お前という存在が俺の体調を悪くしてるんよ。どっか行って。俺は女友達がいるので3人で楽しく回るから、お前はうぞうむぞうの男子たちと遊んでろ。ただあなたは相当体が丈夫そうなんで、そんな心配は必要ないかもしれませんわね。口の減ら猫娘だな。さっさとどっか行け。では失礼いたします。はあ、ほらショック受けちゃったじゃん。これでやけ食いしてリバウンドしたら、俺はお前を許さないぞ。見てなさいよ。お、とにかくゆりかより一回りは痩せてやる。いや、それは無理じゃないかな。そしていつか高らかにやつを見下す感じで、おーほーほーほーって笑ってやる。いや、それは恥をかくからやめな。ただの黒歴史になるよ。やめとけ。もう、でもさっきの文化祭のこう幅取ってるわよみたいなに言われた時に、体重がめちゃめちゃ少なかったら、いや、でもその体重じゃもう幅は取れないわねみたいなこと言われたりするんかな。あれ、上白先輩じゃないですか。いや、こんな時間まで部活？うん、先輩最近よく見ますね。はい、そうなんですよ。先輩もですか？そう、珍しくちゃんと出席したら、なんだかいろんな小説の話題でついつい話し込んじゃってね。うん、珍しくなんか。そうなんですか。文学研究会ってどんなことするんですか？結構みんなちゃんと自分の作品を書いてるみたいだね。ほう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 。そっか、本が好きで文学研究会とかにも入ってるんだな。じゃあ先輩も。いや、僕はそれを読むだけの係かな。ずるい。いいんじゃないですか。ただ、
あれなんだな、あんまり部活出てないし、たまに出て読む係なんだな。じゃそんなにこう書く側とかじゃなくて、単純に本が好きって感じの人なのかな。そ、そんなことないですよ。でも先輩がどんなもの書くのか見てみたい気もしますけど。じゃあ僕がいつか書くときがあったら君に最初に見せてあげるよ。おう、君さては悪い男だな。本当ですか？楽しみにしてます。悪い男だな。いや、ハラヘリーが大変なことに。お、若月先生の誕生日。おほ。ああ。一応もう買ってあるけど、これまあいいやにしたら渡さないになっちゃいそうなんで。あ、買って渡すにして。あ、とりあえず。お店に行ってみよう。いらっしゃいませ。マーブルへようこそ。どうも。そうか、マーブルはこのこういう機械がないと来ないからな。もうこの香水、どれだかどれが誰向けなのかわからない香水をこんな高額出して買えないよ。あ、もうとりあえず今持ってるシルバーブレスレットでいいんじゃないかな。あ、入浴剤も あんまりわからんし。あ、ありがとうございました。どうも。お、どうした？あ、はい、先生にプレゼント用意してきたんですよ。お、嬉しいね。どれどれ。あ、はい。お、いい線いってんじゃねえか。お、これだったか。おう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 、喜んでくれたみたい。よかった。ああ、シルバーブレスレットでした。ああ、これ同じもん何回も渡すのありなんかな。お、半分寝てんじゃねえかお前。そうなん。おはようございます。もうちゃんと起きてますよ。それよりクラブの連中から泥味粘土チャップスってのをもらったんだが、お前食うか。いや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 、味が泥ってどういうこと。舐めれば舐めるほど深みのある泥が出てくるって言われたんだけどよ。あ、それは泥ですね。主成分も泥。料理クラブってずいぶん安いもの作ってるんですね。ああ、いただきます。ダイエット中なんで。ちょっと待てよ。これ、まあ、多分上なんだろうな。ピンってなるのは。ただこれ押し付けてきてる可能性あるよな。あの、ピンって鳴らすんよ。うん。ああ、ま、味わってくれよ。ああ、もちろんお前も食ったんだよな。腹壊さないようにな。やっぱり押し付けられた。おい、ちょっと待ってくれ。これで太ったら許さないからな、俺。いらっしゃい。ああ、ちょっと腹減りがやばいことになってるんで、ちょっと運動会して行こうと思ってたんですけど、とりあえず買い物に来ました。買い物で腹減り増えないだろうし。あはははあ、まこれ美顔クリームいっちゃいいやつ買おう。あ、2回分ぐらい買っちゃおう。いい買い物したね。うんうん。で、美顔のお供に、これも5つぐらい買っとこうか。この酵素ドリンクってなんだ。こう効果が書いてないからちょっと、いやだったらいつものゴーヤ茶で行かせていただこうかな。5パック入りだから3つぐらいあればいいかな。
いい買い物したね。これも5個ぐらい買っとこう。これで君もハッピーだね。さて、そろそろ寝ようかな。ほほ。あ、そういえば先生からお菓子もらったんだ。あ、ドラ味。ドラ味のやつだ。やめとけって、寝る前に食べるもん違うぞ。せっかくだから食べて寝ようっと。大丈夫かな。なんだか体がちょっと重くなったような。もう勘弁してくれよ。あら、なんなの。あ、ここどこだろう。あたりが真っ暗だわ。おい、ちょっと待って、幻覚を見るほどにまずかったのか。お城の中みたいなんだけど。ああ、夢。おお、今宵の生贄は美しい娘だな。ああ、どうも先生。どんな夢だ。って先生、真っ赤なマントを羽織り、頬杖をついてこっちを見ている。俺様は魔王だ。舞を見目麗しい姫君を捧げるように言ってあったが。ほほほ、俺がもう見目麗しい姫君だと言ってるな。あはって、ああめんどくせえな。とにかくお前いけにえな。あ、おう。途中から説明が面倒になったのね。まあ、大した説明じゃなかったけどな。いかにも魔王って感じの先生は私のすぐ目の前に立った。ほほ。ま、どこにも逃げらんねえからな、覚悟しろ。ほほ。泣こうがわめこうが、もう手放すつもりはねえからな。ほほ。なんだこれは。え、先生、何言って。ああ、なるほど。ちょっと俺が顔をあからめているところを見ると、そうか、その俺はマジで食べられちゃうのかと思ったけど、そういう食べられちゃうじゃないっぽいな。さーって、今日はどんな風に楽しませてもらうかな。あ、あー、なんかくどいなって、近寄ってくる。ちょっと待った。悪夢。あ、夢だったんだ。あのチャップスは悪夢見る雨。しかも体重も増えるっぽい。最悪やな。だよね、あんなことあるわけないもんね。ははは。でもものすごく残念。どうして、今残念な要素あった。よ、先生、最近よく出るね。あー、こんにちは。お前最近はだいぶマシになってきたな、いろいろと。ははははは。先生はきっと俺の腕ばかり見て言ってるんだろうな。体重もだいぶいい感じになってきて、69キロだし。どういう意味ですかそれ。きちんと健康的にダイエットを進めてるなって褒めてんだよ。そうですか。まあ空回りばっかしてるから分かりづらいが、お前も努力するやつだからな。早く俺様の目にかなういい女になってくれよ先生。褒められたのかどうか、なんか嬉しいけど変な感じ。まあでも褒められてるよ。あ、腹減りが、あの雨腹減りをめちゃめちゃ減らしてくれる。ただ体重も70キロに戻っている。せっかく69キロになったのに。
ああ仕方ない。あ、せっかく買ったいい美顔クリームを使うよ。うん。おお。おお。さあさあ。あ。なるほど、ここか。ああ。サウナスーツでいいよな、だとしたら。うん、ぼちぼち。うん、早く69キロになりたいのに。あ、キラあ、お礼も前に69キロになりました。あ、見よう見よう。いい感じじゃないか。相手もときめいてるかもしれないぞ。先生のハートがオレンジに。おお、あとは体重、足、根性、ダイエット情報。おお、もうだいぶいいな。いやー、もうなんか結構いい感じになってきましたね。うん。で、明日から12月なので、多分クリスマスイベントとかもあるんですよね。うん。ちょっともうこのまま突き進んで、こうクリスマスイベントもかませるように、もうちょっといい感じになっていきたいっすね。うんうん。じゃあちょっと残りの時間も頑張っていきましょう。では次回もよろしくお願いします。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。時代が時代なら明日にはお前いないぞ。ほとんど喋ったことないのに、俺の腹掴んでないで心掴んでください。先生のわがままだけどね。これは競技だぞ。リアクションが芸人なんよ。思考が危険。女子の腹の肉をつまむな。1週間で追加をこんなに食べれないよ。